男の人が女の子を可愛いって思う感覚と一緒というか、その感覚に陥りました。こんな感じでね、OS 劇場あるんですが、ここにね、書いてますね。OS 劇場と書いております。荷物入れるの大変でした。さあ、行ってまいりたいと思います。皆さんこんにちは。今日またチャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、野菜グループさんの、OS 劇場でのねお芝居観劇していきたいと思います。今怖い人がいっぱいいるからちょっと変えます。道お手洗いするらしいです。怖いよ、怖い。とりあえずOS劇場を楽しんでいきたいと思います。それではスタート。はい、ということで野菜グループさんの、感激してまいりました。ですね、先日行かさせていただいた時は、ヤオグランドの夕方っていうか夜の部だったので、お芝居のみ、舞踊のみだったんですよ。で、今日はしっかり3時間たっぷり、お芝居から舞踊ショーまで見に行ってまいりました。すっごい迫力満点のお芝居で、瞬きする時間がないぐらい迫力満点でした。で、長いセリフ、すっごい長いセリフがあって、それを覚えるだけでも絶対大変なのに、もう軽々と、まあね、それ役者さんなんで当たり前かもしれないんですけど、もうそこになんかこう感動してしまって、素敵なお芝居たっぷり見させていただいたなと思います。で、舞踊ショーは舞踊ショーで面白さもあり、でも女方のこうキュンとする、男の人が女の子を可愛いって思う感覚と一緒というか、その感覚に陥りましたな。男の人って女の子のことこうやって可愛いと思うんやなっていう感じの、キュンとするような感じの女方だったり、みんなの女性の方の立ち役だったり、もうすっごいすっごい楽しめた3時間でした。OS 劇場で、あと1週間ほど、公演されてるんですけれども、OS 劇場終わってしまったら、関西を離れてしまうらしくって、ちょっと寂しいんですが、関西以外もね、皆様ぜひ応援に行ってください。それではターチャンネル、今日はこの辺でおしまいです。じゃあ、バイバーイ。